オーデル川、オーデル川は中央ヨーロッパを流れる河川である。チェコ共和国北東部のズデテン山脈に源流を発し、ポーランド国内のシレジア、シロンスクを北西に向けて流れ、ポーランドとドイツの国境、オーデルナイセセ線沿いの延長 187km を北に向かう。ナイセ川、バルタ川などの支流を合わせた後、ポメラニア、ポモージェに入りシュチェチンの北にある方。 シュチチン湾へ注ぎ、そこから三つの川、あるいは海峡に分かれて、バルト海に注ぐ。全長は 854.3km、流域面積は 118,861km に及ぶ。水位の変動が激しいことで有名である。オーデル川とはドイツ語に由来のスルコショウで、ポーランドではオードラ川と呼ばれている。 また現代ドイツ語発音に基づき、オーダー側とも表記される。中流には、ブロツワフ、ドク、ブレスラウ、カルーには、シュチェチン、ドク、シュテティーンなどの都市がある。運河でビスワ側と結ばれており、シロンスクの重工業地域とポーランドの中央部が、運で繋がれている。ポーランドの生命線の役割を果たす川である。1945年のポツダム会談により、 ドイツ・ポーランドの暫定的な国境として設定されていたが1990年11月のドイツ・ポーランド国境条約により正式な国境となっている。オーデル側は言語により様々な名で呼ばれる。ドイツ語と英語ではオーダー・オーダー、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、ポーランド語ではオードラ・オドラ、ハンガリー語ではオデラ・オデラ、古典ラテン語では ビアドルスビアドリスあるいはビアドゥアバイオダー、中世ラテン語では、オッテラ・オーデラとなる。オーデル川、オドラ川は、チェコ領内を1 1 2トル、ポーランド領内を7 4 2トル、内ドイツとの国境を1 8 7トルにわたり、流れ、ポーランドでは、ビスワ川に次いで、第二の大河である。山脈の登録に発した後、チェコ領内では、 オロモーツ州とモラビアスレスコ州、州内のモラビア地方とシレジア地方の境の一部を、ナスを流れ、チェコ第3の都市オストラバの下流で、ポーランドへ入る。ポーランド領内では、シレジア地方を貫いて流れ、ポメラニア地方の中央で、バルト海へと出る。シロンスク県、オポーレ県、ドルヌイシロンスク県、ルブシュ県、西ポモージュ県を流れ、ドイツ側からは、 ブランデンブルク州とメクレンブルクイコールフォアボンメルン州が接する。流域面積は 118,861km 万で、うち89%に当たる 106,056km 万はポーランド6、6%の 7,217km がチェコ5、5%の 5,587km がドイツとなる。最大の支流で、 ポーランド第三の大河であるバルタ川、ドク、バルテ川は、ウガンのポーランド川から合流している。内陸運河で多数の河川と結ばれる。左岸のドイツ川では、エルベ川の支流ハーフェル川及びその支流で、ベルリンを流れるシュプレー川とつながり、ウガンでは、中流の支流のテチ川、ドク、ネッツェ及び、上流の上シレジアを流れる支流クードニツ川、クロトニカ、ド クロドニッツ川が、ポーランド中央部を流れるビスは川水系と運河で、つながる。オーデル川本流は、ポリチェ、ポリス付近で、シュチェチン湾に注ぐ。シュチェチン湾の北は、西のウーゼドム島、ナミ、ウズナム島、ドイツ領及び、ポーランド領と、東のポーランド領、ボリン島で、ルト海に阻まれる。二つの島と本土との間は、東のズイブナ川、ジョナ、ドク、 イーフェナウ川真ん中のシュビナ川、スワイナ、ドク、スビーネ川、西のペーネ川、ペーネ、ナミ、ピアナ川の3つの川、あるいは細い海峡があり、バルト海、ポメラニア湾に注ぐ。オーデル川は、ほとんどが、航行可能になっている。上流では、コ連れ、コゼル、ドク、コーゼル付近までは、多くの船が往復し、ここから運河に入りクールドニ沿いの工業都市。 クリビツェ、ドク、ライビッツを経て、ビスワ水系上流へと航行する。オーデル川上流は、春節や護岸工事で運河化され、サムットクラス4までの大型橋家が、オーデル川流域最大の都市ブロツワフ付近の工業地帯を行できるようになっている。ブロツワフの下流をしばらく行くと、ドイツとの国境に達し、ドイツ側には東ドイツが建設した製鉄都市、 改善出展したと、シュプレー川やベルリンへの運河はここから始まる。古くからの商業都市、フランクフルトなどの都市が続く。フランクフルト下流でバルタ川が合流し、その上流の大都市ポズナに、ドク、ポーゼンや、運河を経てビスワ川のシリューブルダ川沿いのブイドモシチュ、ドク、ブロンベルクへと、小さな貨物船が航行する。バルタ合流点の下流のホーエンザーンサーで、 ハーフェル川エルベ川方面へと続く運河、ハーフェルオーデル水路、ホバルオーダーはサーストラスサが始まり、ここからもベルリン方面へ航行できる。最下流では、ドイツの国境から離れ、バルト海の主要港湾都市であるシュチェチンを流れる。シュチェチン湾から、バルト海へは、シュビナ川でつながり、その河口には、ドイツポーランド国境の町シフィノイシュチェ、ドク、スビーネビュンでの町がまたがる。 古代ローマ人は、ゲルマニア奥地、ゲルマニアマグナにある、この川を、ビアドルス川、ビアドリス、または、ビアドゥア川、バイオダーの名で記録に残しており、バルト海北東部から中央を縦断し、ローマ帝国に至る、琥珀の道、アンバーロードの支線の一部となっていた。ゲルマニア奥地のビアドルス川とビストラ川、ビスチャラ、ビスワ川は重要な交易路で、両川の間に住んでいた。 多数の部族の名が記録されている。八百四十五年頃の指名不詳の人物、バイエルン人の地理学者、ジーオグラファス・ベベリスによるドナウ川ワエ北の地名や、都市名を記した書物によれば、上流のシレジアには、シレジア人、サイリージアンス、ダドシャニ人、ダドシャニエ、オボラニア人、アパレイニオンズ、ルピグラ人、ルーペグラ、ゴレンシツェ人、ゴールンシッツが、下流の西、 コメラニアには、ボリニア人、ウリニンスやピルカン人、パイアジーキャンズが住んでいたとある。プラハの司教管区の文章、1086年には、シレジアに住むスリサン、トレベビン、ポボラネ、ジドシテなどの民族の名が記されている。ドイツ人は、オーデル川と呼び、古い資料には中世ラテン語でオデラ川、オデラ、または、オッテラ川、オードラと記している。 10世紀末のポーランド周辺に関して記した古文書の談章ダゴメイデックスでは、990年頃のミエシュコ一世と、その妻オーダ・フォン・ハルデンスレーベン、オーダ・フォン・ハルデンスレーベンの領地、グニエズノのピアストアサの支配地域は、オーデル川からモラビア、クラックフ、プロシアへと広がっていたという。オーデル川下流の両岸に広がる、ルブシ地方、ドク・ラントレブス。その名は、 現在のポーランド領、ルブシュ県に受け継がれているは、中世においてはの周辺の中心地であった。中世には流域に農業が広がり、13世紀に農地を守るためのダムが建設されている。ドイツ人の東方植民でオーデルガーウガンの民族は、ドイツ人の支配を受け徐々に同化された。フランクフルトやブロツワフ、ブレスラウなどのオーデルガワ流域の都市は、ヨーロッパの東西を結ぶ。 交易路とバルト海からオーストリアへ南北を結ぶ河川交通の交点として栄え商業の中心地や大学の所在地となった。産業革命後は農業中心のオーデル川流域はラインラントやルール地方などドイツ西部に対して地盤沈下したがオストフルフと上シレジアで鉄鉱石や石炭の大規模な採掘が始まると上流域は産業地帯となった。 第二次世界大戦後、ポツダム会談により、ドイツとポーランドの国境は、ポーランド政府の意向を無視して、オーデル内セ戦にまで引き戻され、東方植民以来長年ドイツ文化圏にあった、オーデル流域の大半が、ポーランド領となり、回復領を、オーデル側以東、旧ドイツ東部領土に住んでいた、ドイツ人は西ドイツなどへ追放された。下流より記載、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。